らかけてくるのかな。滋賀県、滋賀県来ました。滋賀県、いい。あ、そっか、全然普通の椅子でいけるんで。持ってきてくれんのか、やばい。わかるけど、うるさいって感じ。どこ行くか、そしたらなんかそれ、全然なんかちょっとした工事がってぐらい。あっちは結構うるさいな。あ、結構うるさかった。この家とかも氷に乗ってるから割と、うん、まあまあまあ祭りの季節と思ってくれた。今だってちょうどやってますもん。いや、うちの、まあそれか向こうと部屋、向こう、うん、あ、向こうちょっと聞くだけやってさ、うん、一曲目なんかこっちはありなんか、パッと吸ってしまったら、まあ大丈夫だと思いますけど、一応明日はしてさ、全然大丈夫だと思います。てて、うん、受験生おるからちょっとあれやったら言わせてもらうかもしれないです。ああ、まあそれはそう、僕も昔やってて。これは多分めっちゃいいやつになります。
けてるよ。台車に置くっていう選択肢もあると思います。かしこ、もう繋げれるんですか。ここに、ここにガンガンに見えるやん。で、ここに8や、はい、で、2つになんか別の枚数につけたりから、これで山の3つ上がり、これが6なんですね。うん、トップどうします。このマイク、とりあえず404まで一発は。北さんのピンのやつ一本ないって言って。え、二本終わったのに。一応ある、これもあるって言うんで。あ、じゃあそれでやろう、それでやろう。エラーの方がいいと思う。あ、けどありますよ。え、ありますよ。もちろん、ただ録音機材は完璧なんですよ、今日。椅子も忘れたね。椅子も忘れたし、スネアスタンドも忘れたし、ハイハットスタンドも忘れたけど。どうする、これでトップLR? やってみようかな。コンデンサー一発トップで、それルームでもいいし。ああ、これルームいいんじゃない、うん、確かに。北川さんのお父さんが、やってる時にちょっと写真とか撮らせてもらって、ミキタオルの宣伝とかに使っちゃっていいですか。おもちろんです。いいですね。もちです。なんなら素材あります。顔とか映らないんですよ。別に顔映ってもいいです。大丈夫です。ミキタオルの社員として。社員社員ツイッターフォロワー1000人超える。そうだね。今日いいや、荒稼ぎしてる。いい卒業しただけでいいや。カレー作ってあのいいね書いてあるやばい。あ、はい、クラシックボレーって安いです。いくらですか。4000円です、あっちゃん。ああ、なるほど。とタムのクランプとドラムの椅子を忘れました。膝に置いてたくん。何をしてたんやって。やば、うわ、普通に落ちてて。あ、ウーデンじゃん。ウーデンじゃないです。ウーデンじゃないよ。ウーデンさんじゃない。組織これ中継でこの感じでやれるの。そうです、すごいな。え、なにこの前カメラ、カメラめちゃくちゃあるんですよ。このイメージ、まあ、そうです。ちょっと斜めでした。そしたらこれ見てる、スタジオ見てる。これ多分ドラムスここに置くといい。確かによろしいや。あ、そう、ありがとうございます。すいません、まあ、ありがとうございます。日曜日借りる、やってみようや、東京から。あ、そう、昨日の裏がつきました。あ、音響でも、あ、そうなんです。ライブ広いな。これスタジオのアンデッドの感じとは違うんですよ。すごい。どこへ行ったらいいんやろ、お前。そうやけど。ドラムズもほぼにかぶっとったそうやけど。最初に買ったやつじゃない、まあ、持ってきてないです。その次に買ったやつ。ああ、ありがとうございました。本当にすいません。あ、ほらほらほら、ダメダメダメ。違う。大体そうですか。L。そう、これ。これが L。ここの方が良かった。
メですか。パッドは正直な。うん、なくていい気がする。もうスネアマイクで結構もう。オブネオブネおぉツルツルなんだよ。よし、落とせ。怖い怖い。バケしたもんね。ごまま、ラグビーやってたんだから落としたら反則なんだよ。すげえっすね、できるもんっすね。ケーブル？ケーブルかマイクが終わってるか変えてみようか。一回抜いていいですか。ネットにしてもらって、ネットさんで一回他のマイクさせてみます。どうです。あれ入ってる。一回グッてしてテープ、ここやったら多分テープで まあそれで済むならいいんじゃない。いけるんやったらいい。どうですか今の状態。今ね全然これでいけるんですよ多分。いけた。あ、でもあのヒスノイズみたいなのずっと持ってる。それ、あー、ダメですね。いますか。全然関係ないんですけど、今度なんかシティウォークでライブ出るんですけど、イベントでなんかカレー出店しませんか。カレーロバーまで。すごいじゃん。すごいな。できます。けどカレーなんで食中毒的には大丈夫だと思う。一杯600円でも全然、500円でもいけるな。麻婆カリーを作ろう。麻婆カレー、麻婆カレーめっちゃ
ちゃ美味しくて、麻婆豆腐のカレーみたいな。お豆腐入ってるの？入ってます。麻婆豆腐か、茄子か。いや、多分豆腐の方が、茄子って煮込んだら溶けちゃうんで。自分でもどこに向かってるかわかんない。いい感じですね。フルートフーズもうけど、フルートフーズ補足またここ持ってきます。作って10月30日なんですよ。あ、別に来たぞ、来たぞ。断じ始まった。始まった戦う。これを、そうそうそう、マイキングこれ、ダイナスのメニュー。前、妻前に来てるときはダイナスのメニューで、後ろに来てるときは全裸ロックインスパイアですね。ちょっと待ってな。あ、書き込めるんですね。このチャンネルに何かって。あ、いいですね。そう、これをプリセットで作っちゃえば。一曲目をちょっとテストで撮ってみたいなと思ってて。なんか適当に叩けば。うん、あの一回リハしてみよう。あ、やっぱり。あの開始作ったわ。あ、どう？そうですね。ボトルをちょっと下げて。あ、すごい、トークバック。トークバック。エグすぎるな。ずっとピークついてるな。1が悪いとこっちが終わってるっすこの辺よりかマシっていう。あ、まあ一本にするでもいいから全然モノラルでもブルースとかモノラルですね。そうだよ。これ今撮れてた絵だ。調整と場所と、これルーム、こっち向けて外してる時も良かったですよ。良かった、良かった。これこっち向けて、これどうぞいいかもしれない。ここでちょっとこれはちょっとさっきより離して斜めに。そう。
けるって天井あたりの天井とか壁あたりになってる。あっちの方こうでしたよね。これを見てみます。はい、もうあちょっとこの音吹いてみたんですけど、まあ、それも近づけるか今 あ、うん、あの辺でやってんの、もうちょっとドラム狙ってもいいかも、もうちょっとドラム狙ってもいい、1個前はあの上こっち向けてた、外してこれぐらいの距離でちょっと外してたんです、うん、ぐらいが一番これが面白かったかな。お、OK 出ました。セッティング完了、イエーイ、やったね、なんとか。あ、来た、あ、行こう、祭りを見てます。祭り来た、ちらちら見てたんですけど、あ、リンさん気づいてるようで気づいてない、どっちなんかなみたいな。リズム隊があれですよね、海外からですよね、ミックスバンドやから。あ、ミックスバンドミックス弾いてないな、ジェイコブ・マンは弾いてるけど、なんでなんやろ、大阪に弾いてない、大阪、大阪誰も弾いてないから。カルテック、頑張ってください、頑張ってください、頑張ります。はい、また来週よし、やるぞ、お願いしますあ
アイズに見に行くかもか。あー、そうです。うわ、アイズね。ちょっと全部取って、あ、そうです、そうです。さあ、時間合わせて。はい。どんなことないですか。30分。4時半に出ればいけます。ああ、じゃあ4時半も1時間伸びた。ちょっと矢島さんポチッとなしてほしい。いい感じやね。ブラシ版とピック版と両方取りますか。 OK です。わあ、準備してる。出てくるがいいよな。うん。なんかいろいろ試したくて、うん、面白い。まあ、なんか割と綺麗になと思って。うん。来週はあのギターを試し、ギターなり上物を試し会、うん、ね、もうと、まああの一曲目を題としてお試し会として取りまくるっていう。うん、あれは幸い何本サンプルあってもあのエディットで使えるんで。うんうん、無駄にもならへんしっていうので、まあ、絶対弾かないといけないパートをだからさっきと作っちゃうっていう感じにします。だからアプロは両方のコンデンサー、57は両方持つみたいな感じで出したらあのマジで同じ状況で撮れる、うん、どっちかのスネーク。マイク別にするとあ、そうですね、元からいいマイク。ルームは同じ場所で撮ってもいいかもしれないですね。うんうんうん、あの、ピョンが言ってたあの、キックの平たいコンデンサー、ああ、床置きのやつ、床置きのやつもう一緒の場所置いて、どう今日のドラムのルーム撮ったとかさ、同じような感じで撮っても成功性出てる、うん、面白い、うん、同じ場所に置いちゃ面白くないと思うんで、こっちと向こうとかにするとか、うんうん、で、真ん中でルーム撮るとか、うんうん、メ
メインマイク2本以外のマイクもいっぱい立てれるから、うん、どっちができたから、次からは、うん、